ブラマプトラ川は、チベットに発し、バングラデシュでガンジス川と合流し、ベンガルワにへ注ぐ河川である。チベットでは、ヤルンツンポ川、バングラデシュでは、ジョムナ川と呼ばれている。ブラマプトラは、ブラフマーの息子の意味、全長2900キロメートル。源流は、ヒマラヤ山脈の北側で、マーナサローワール湖から流れ出て、チベット高原南部を通信した後、 ヒマラヤ山脈役トータムを霞めなんか、インドのアッサム州を西へ向け横断、ガンジスに合流する。その合流点では、世界最大の広大な三角巣を形成している。中流から下流域にかけて、堆積平野が広がり、主に農業が営まれる。浮きにはしばしば氾濫し、氾濫のためにできた、小宅地や池が残る。流域には、インド彩の生息地であるインドのカジランが、 国立公園があり、ユネスコの世界遺産に登録されている。チベット地域を流れるツワンポー川は、チベットを横断した後、ナムチャバルワとギャラペリの間の峡谷部で大きく、南に流れを旋回させる。この川が、ヒマラヤの山中に姿を消した後、どこに流れるかは長らく謎であった。当時のアッサムの測量責任者であった、ヘンリー・ジョン・ハーマンは、ネムシンとキントゥプに峡谷を探検させた。 1884年、キントゥプは、ペマコチューンまで到達後、ツアンポー川がアッサムに流れ込むことを証明するために、印をつけた500本の丸太を川に流したが、ハーマンは病気のため、インドを去っており、流された丸太を発見し証明することはできなかった。キントゥプの報告書には45メートルの大滝が、アルトンの記述があったが、キントゥプは、文字が書けず、 講和での報告を書類にまとめる際に誤って解釈されたものだった。ツアンポー渓谷の標高とアッサムの標高との比較からすればこの間に1000メートル以上も標高を落として降りた木があっても不思議はないと思われた。ここからツアンポー峡谷の大滝の伝説が生まれた。1913年フレデリック・エム・ベーリーの探検によりツアンポー川がアッサムに流れ込みブラマプトラ川となる。 ことを証明した。1924年、フランク・キングドン・ウォード、コーダー卿が、峡国の無人地帯を突破し2つの滝を発見。峡国の残りの空白部は5マイルであると報告した。空白地帯の上流部に、虹の滝、下流部にプラマプトラの滝を報告。1993年、イアン・ベーカーが、キングドン・ウォード以来となる、無人地帯の踏破に成功した。 同年、ブリーシアーズが空白地帯上流部の虹の滝からすぐ先に新たに幻の滝を発見。2002年各、旗忠介が未踏さ部を探検。新たに未知の滝と巨大ホラー穴を発見した。2013年、上流側の中国ではダムを3基設置することを発表。これに対して、下流のインド側メディアは流量の減少といった懸念を表明している。 ありがとうございます。